胃は健康でしたっていうね。ブルーがどうのこうのとか、ね、もうルール全然覚えてないんだけど、ね。流れに乗せて、なんか届けるみたいな。ね、届ける。そう、投げるというよりなんか届けるっていう表現が正しいかもしれない。またがると、ひんやりして、気持ちいい。ダメだ、ダメだ。プレゼントは中止しよう。キリだっけ？キリ？キリ？どっち？スイッチ出てから何年だっけ？だから、7年 ?8 年 ?9 年ん？もうそれぐらいですよね。懐かしいね、マジこれ 3D メガネ。コロコロコミックっていうなんか分厚い漫画かな？ビートセイバーとか結構ね、有名で。このボリュームスイッチを回せば、魂の本音の調整が可能です。これに乗ると気持ちいい。すっげえまとも。友達は大事。自分のメンタルも超大事。すっげえいいこと言うじゃん。ねえ。ペロペロー暗黒チャーでーす。ということで今日も今日とってアピックミン4お宝図鑑編をやっていきましょうってことで、あんじゃって、はい、シャンさん、ハロモシ、ハロモシ、新しいお宝恋しいですね。監督したくてうずうずしております。お宝図鑑見るハニー、じゃあハニーやんの見ても楽しいですよね。お宝図鑑最初くてこれあれ、そう、以前ね、1回目らの話をしてね、なんか結果を言わないのもなんかあれかなって思ったんですけどね、思ったんで一応お伝えすると、特に胃は健康でしたっていうね。でもね、いやなんかね、お腹っつうのかな、なんか胃腸っつうのかな、痛くてね、時々ね、うん、いやストレスかなって思ったりしますね。うん、まあまたね、薬ね、今いただいてますけど、薬飲み終わってね、まだダメだったらまた行こうかなみたいな、そんな感じですかね。ってことで、次、投げやりなやりシリーズだね。で、これ飛ばして、ちょっと懐かしいね、飛ばしてオーバーテクノロジー行って、そこで一回終わるかな。いや、そんな長く話さないと思うよ多分。どうだろうね、長く話さないと思ってたら長く話して、長く話すと思ってたら長く話さなかったりするからね、ちょっと私のどれだけ雑談できるかにかかってるんだけど。ってことで、投げやりなやり、あ、そう、いや私ね、全然話雑誌しうんですけど、そろそろね、ゼルダの伝説の取りだめがね終わろうとしていて、であれって全然話違ってごめんなさいね。であれってもうテンションをね、ゼルダって絶対収録回数が多くなるって分かってたんで、テンションをこう抑えめっていうか、こんなピクミンみたいに、ピクミン4みたいに爆発させね、めっちゃ喋りまくるっていうテンションでやってなかったから、そのテンションでね、また収録開始再開したらできるかなっていう、ちょっとそういう心配がねあったりもしますね。ね、なのでのんびりねやっていけたらなと思うんですけど、ってことで01のやり、泣きやりのやりシリーズ、はい、01?0 か1か？な、私、ダーツね、一回だけやったことあるんですけど、なんだっけ？ブルーがどうのこうのとか、ね、もうルール全然覚えてないんだけど、ね。なんか、ブルーって言うんでしょ？真ん中ブルーって言うんだっけ？忘れちゃったけど。ね。これ本物？本物かな？え、マジモンのダーツってめっちゃ重いですよね。ね。なんか姿勢を正しくして、シュってこう、投げるというよりこう、なんだろう、腕の力っていうのかな？なんか流れをふっていう流れに乗せて、なんか届けるみたいな。ね、届ける。そう、投げるというよりなんか届けるっていう表現が正しいかもしんない。ねえ。ね、アクションなし。はい。おもちゃかな？どうなんだろうね、これね。スクラップディスコ、投げやりな槍シリーズ。巨大な槍を持ち上げ、投げる距離を競う、古代の競技大会で使われていたものです。一か八かの大勝負とは言いますが、勝負の結果は0か1のどちらかです。引き分けはありません。投げやりにならず、自分を信じる心が試されます。まあ、でも、実際ね、やり投げっていう競技はありますもんね。ね、なんか昔、なんだっけな、なんか、世界の仰天動画かなんかわかんないですけど、そんな動画でね、投げやりで、ね、思いっきり飛ばして投げたやりが、審判さんに刺さっちゃったみたいなね。なんかそういう衝撃映像みたいなのなんか見たような気がしますね。うん、いや、怖いよね。だから全然関係ないような気もしますけど、野球とかも、私あんま興味ないって言っちゃあれなんですけど、うん、あんま興味ないんですけど、なんだ、ピッチャーが投げたボールをバッターが打ち返すじゃないですか。あれって毎回思うんですけど、本当に万が一の確率でキャッチャーにそのまま跳ね返ってくるってことは、あ、キャッチャーじゃねえや、ピッチャーにそのままね、180度跳ね返ってくるってことはないんですかね。もう、
跳ね返ってくるボールってもう剛速球でしょ。そんなん当たったらマジ一発で死んじゃう気がするんだけどね。まあ普通にデッドボールもね、なんか160キロとかの球がね当たったら普通に死んじゃう可能性もあると思いますけどね、よく怖くないなって思いますけどね。そんな私はなんかソフトボールかなんかで体育の授業かな、高校生の体育の授業かなんかソフトボールかなんかでっかいボールでなんか野球っぽいことやったことありますけど、見事になんかバットをねなんか手から離してしまってバットを投げ飛ばしてしまうっていうね。ちょっとなんとも危なっかしいね、バット投げないで先生に怒られたんですけど、なんかね、こう、打った途端に手からなんか離したくなってしまって、ブーンつって思いっきり金属バットをね、ピッチャーの方に投げ飛ばしてしまうっていうね、すごい危ないことをね、やってしまって怒られた記憶ありますね。うん。宇宙開発初期のロケットによく似た形状の槍だ。ロケットのごとく高い推進力を秘めているはず。私としてはこの槍には破壊者ではなく夢とロマンの守護者となり、星の海を飛び回る冒険者たちの助けになってほしいと思う。何なんですかね、この後ろの羽、紙飛行機とかもそうですけど、なんか空気抵抗っていうか空気の流れをうまくつかめるような構造ってあるんでしょ、わかんないけどね。多分そういう感じのね、構造で細さとかもなんかね、なんか持ちやすさも兼ねつつね、風も受けつつみたいな、そういうのもきっとあるんですよね、きっとね、わかんないけど。またがるとひんやりして気持ちいい。確かに手のところね、持ち手のところ金属製っぽいよね、これね。うん、ぽい気がする。だから多分ひんやりして気持ちいいと思うね。我々はまたがれないけどね。うん、まあこういうロケットみたいなのがあればね、またがりたくなっちゃう気持ちは分かるっちゃ分かる。うん、青だしね、ルイの色だし。間違えた。な、間違えた。次、姫の矛。レスキューキャンプ投げやりの槍シリーズ。なんか書いてあんね。な、これ。あ、花の模様かな、文字じゃなさそうな気もするんだけど。ね、なんかお花というか、茨じゃないな。なんか、花とツタみたいな、ツルみたいな。うん。あ、ステインレススチール。え、ステンレス？ステンレススチール？どういうこと？まあ、いいや。ね、矛。二股？二股？二股矛だっけ？あ、三つ股もあるよね。魚捕まえ、あれは森か。ん？姫の矛。高貴な女性が装飾品として自宅に飾りそうな優美なデザイン。それでいて、武闘派も納得の鋭い切っ先。姫と戦士を足して二で割った、どっちつかずの、いえ、いいとこ取りの姫の矛です。なるほど。だからピンクなんだね。なるほどね。まあ、こんなの物騒なものを高貴な女性が持ってたらちょっとビビっちゃうけど、ね。我が家の姫といえば、幼い長女である。ミニチュアがあるなら、フォークとしてプレゼントしたいところだ。しかしながら、少々元気が良すぎる我が家のおてんば姫が、これを手にしたら、念願の武器をゲットしたぞ。とばかりに縦横無尽に振り回して、あ、ダメだダメだ、プレゼントは中止しよう。やんちゃなおてんばなんだね。そうね、はちゃめちゃつうかやんちゃなのかな。へえ、まあ元気なのはいいことですよ、ほんとね。なんかやっぱコロナの期間もあったせいだと思うんですけどね、なんかすごいコミュニケーション不足とかってね、いう話も聞いたりしますし、実際どうなのか分かりませんけどね、やっぱ静かな子が増えてしまったのではないかと勝手に心配している今日この頃ではありますが、実際どうなんでしょうかね。まあでもやっぱね、ちっちゃい子は元気あった方がいいよね。うん。二人がかりで抱えたら、高いところのフルーツを落とせるかも。ん？ん？どういうこと？二人がかりで抱え、縦にして、あ、で、縦にして、なんか、なんだろう、引っ掛け棒じゃないけど、こうして、なんか、クイクイって取りたいってことね。あ、なるほど、なるほど。てっきりなんだろう、トランポリンじゃないや、シーソーみたいに反対側に乗ってビョイーンって飛ばすのかと思ったら、そうじゃないよね。はい。ってことで、カチワランス。カチワの冷凍庫、投げやりなやりシリーズ。これ普通に危ないやつ。キリだっけ？キリ？キリ？どっち？ねえ。私もなんか、なんだっけな、図画工作うちにもあったっけな、なんか時々使ったことありますけどね。うん、まあ、でも、ないお家もあるような気がするね、工具とかね。うん、どうなんだろうね。あれ、さっきの矛、アクションないよね。もうね、これ見て満足しちゃうっていうね。ないね。もうあるある。こっちも。はい。なし。
分厚い岩盤だろうが氷山だろうが何でもかち割ることができる削岩機です。割れっぷりのあまりの気持ちよさに我を忘れてしまうのは禁物です。気づいたらあたり一面瓦礫の山になってしまいますから。あ、これキリじゃなくてアイスピック。え、アイスピックってこんなんだっけ。アイスピックはね、私触ったことないかもしんないな。うん、キリならあるけど、あ、工具の方かと思った。これアイスピックどうなんだろう。ちょっと画像検索していただいてね、どっちだろうね。どっちかではあると思うんだけど、とか言うとどっちでもないとかね。この間のカブトガニ、カブトエビみたいなね、そんな三葉虫だったみたいなね、そんなオチもあるかもしれないけど。ここまで尖らせる必要があるのだろうか。絶対に勝ち割ってやるという意志を感じる。私は物を大事にするタイプなので、何でも勝ち割ろうとする価値観には全く賛同できない。勝ち割ると言いたいところだ。うまいこと言っちゃったね。なるほどね。価値が悪いと。もうでも、そうね。壊して使うものってなんだろうね。それこそアイスピックでね、氷を壊すとかっていうね、使い方はあるだろうけど、他に普段使うもので壊して使うものってパッと浮かばないな。私もね、物を多分大事にする方だと思うし、甥がね、やってきた時はね、物を大切にするんだよ、ってね、毎回もう口が酸っぱくなるぐらいに、もう耳、おいたちの耳にタコができるぐらい毎回ね、毎日言ってましたけど、最近来ないからあまり言ってないんだけど、また来たら言うつもりではあるんですけど、ほんと物を大切にしてほしいなと思いますね。あとは、なんだっけ、つくも神じゃないですけどね。なんか日本はね、いろんなものに神様が宿るみたいな考え方もね、あるみたいですからね。まあ物だってね、なんだろう、乱暴に扱ったら痛いんだよ、みたいなね、そんな考え方は、私は素敵だと思いますけどね。これなら、硬いおやつを勝ち割れそう。硬いおやつってなんだろうね。めちゃくちゃ硬い。今私とっさに思ったのはビーフジャーキーだけど、あれはどっちかっつうと、ね、噛んで味わうタイプだよね。スルメイカとかもそうだよね。硬くて噛めないっつったら何があるかなね。まあ、でも年取ってきたらね、だんだんね、ほんとリンゴとかね、かじれなくなってくるのかなって思ったりもしますけど、ね、歯茎から違いだとかね、そういったことになってしまったらちょっと悲しいなと思いますけど、普段、そんな硬いもの、あ、この間、なんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、なんだっけ、わだを忘れちゃったけど、石食べられる石がね、あるらしいですからね、ほんと。本当に、なんかね、まあ、ちょっと柔らかめらしいですけど、そういう石とかなら、まあ、悪い人いるかもしれないですね。あ、投げやりなりシリーズ終わった。な、3つで10分経ちました。喋りすぎか？大丈夫か？あ、刺さってる。そう、あれだよね。裁縫道具の針とかも、なんかね、柔らかいクッションにぶっ刺して保管しますよね。危ないからね。これは、どうなんだろうね。実際ダンスのやりってこうやって保管するのかな？わかんないけど。ね。まあ、でもちょっと危ないなって思いますよね。先っぽね。なんだろう、これ。ここ、発掘したらなんか出てくるのかな？ここ掘れワンワン的なイメージを感じるけど、匂いを感じるけど。ね。なるほど。ってことで、ちょっと懐かしを飛ばして、ね、くるくるくるりんとか、ね、鬼ヶ島は私やったことないな。ウェイブレースはやったことある。とかを飛ばしの、あ、そう、ちょっと懐かし、ちょっとだけこっち触れると、ね、なんかスイッチの後継機の話がね、そろそろ出るとかじゃないとか、まだなんか、6月の任天堂ダイレクトだっけでは出ないみたいな注意書きもありましたけどね。まあでも、今年中なのかな、ちょっと私そこら辺詳しく見てませんで。見てなかったですけど、ね、ね、そのうち出るんじゃないですかね、後継機がね。いや、だってもう、スイッチ出てから何年だっけ？だから、7年、8年、9年？ん？もうそれぐらいですよね。ね、ほんと壊れずに、コントローラーは壊れたけど、ね、それでもね、本体の方は全然壊れずに持ってるからすごいですよね、ほんとね。そういうのもやっぱね、なんか耐久試験って言うんですか、落下させても壊れないとか、そういうなんか多分いろんな試験してるんですよね。お子さんが触るものでもあるからね、ゲーム機ってね。ね、ほんとすごいですよね、そこはね。ってことで、オーバーテクノロジーシリーズ、オーバーテクノロジーシリーズ、はい、行ってみようか。はい、懐かしいね、マジこれ 3D メガネ。昔私子供の時にコロコロコミックっていうなんか分厚い漫画かな、なんか雑誌
週刊、うん、月刊誌かあるわ。をね、買ってた時期があって、あれで時々ね、なんかこういうメガネがついててね、その青と赤で書かれた漫画のページがあって、ね、飛び出して見えるみたいな。うん、もう純粋に目が疲れるっていうね。確かに飛び出して見えるんだけど、うん、今はね、こういう 3D じゃなくてもう VR の時代ですからね。うん、VR ゴーグル、私も持ってますけど、まあでもね、やっぱね、ゴーグルだとね、つけるのちょっとめんどくさいなーって思いますし、あとやっぱゲームがまだ、どうなんだろう、最近は増えたのかな。ね、あのビートセイバーとか結構ね、有名で、私ね、やってましたけど、あれマジでね、マジであれ汗かくんで、ほんと、あのテニスと同じ運動量らしいんで、うん、マジであれはいい汗かく、かけますよ、ほんと、家の中で。まあね、広いところでやんなきゃ危ないんですけど、うん、なのでまあ、運動したい人は、ゲームしながら運動したい人はおすすめではありますね。うん。あとはいかがしいもので、あの、ペロペロしたい人とかは、ぜひ VR ゴーグル。まあ、言わなくても買ってると思いますけど。ってことで、次元コンバーター、分取りレストラン、オーバーテクノロジーシリーズ。目に見えないものが見える、激アツテクノロジー。左右のレンズに次元変換フィルターが配され、私たちの目に入る光を量子レベルでコンバート。巧みに折りたたまれ、隠されているものを目の前の空間に見える化します。つまり、肉眼では見えないものが見えるんです。これどうなんでしょうね。オリマーが詳しく答えてくれるかな、仕組み。目に見えるものがそのまま事実ではない。私たちは可視光という狭い範囲の中で世界の一部を捉えて見ているだけである。これはそのことを実際に認識させてくれる素晴らしい装置である。可能ならば子供たちにも見せてやりたい。きっと世界の見方を広げてくれることだろう。なるほど。仕組みはね、言ってくなかったけど、でも深いこと言ってくれるね。もうほんとね、私たちの目って前も言いましたけどね、ほんとなんだろう、脳が割と補正かけてね、デタラメをね、見てるらしいですから、うん、実際見えてる景色はね、多分あの、いろんな目を持つ生物によってきっと違うんでしょうね。うん、あれなんですかね、見える光が一部に限定されるからなのかな？どうなんだろう？私詳しいことわかんないんですけど、ね。ある程度フィルターを通して見える色が左右で分かれるからずれて見えるのかしら？どうなんでしょう？ね。で、ずれて書かれてるから見えるのかな？どうなんだろう？これでゲームをしたら、すごく楽しそう。あ、でも私なんだっけ、3D メガネみたいなものは、あんまりため、いや、一度もないかな。うん、試したことないんですよね。この、なんだろう、赤をメガネじゃなくて普通に 3D メガネって呼ばれてる。なんか一時期 3D で見えるテレビとかって流行ってたっていうのかな。なんかあれも、なんだろう、業界の戦略な気もしますけどね。そういうのが見れるテレビとかありましたけど、どうなんですかね。実際立体に見えるんですかね。うん、でもこれでゲームやの、実際長時間疲れちゃうからね。うん。魂の響き。ほう、スクラップディスコオーバーテクノロジーシリーズ。ない。これはディストーションサウンド、エレクトリックシティ、エレクトリックシティ？ディストーションって何？エフェクトユニット。エフェクトユニット。なんか、エフェクトをかけるってことはリバーブとか？ディスト、トーン、レベル、チェック。なんか、私のオーディオインターフェースにもなんか似たようなのついてるから、多分そんな感じだと思う。ねえ、下のつまみは何だろう、これ。つまみ？蓋かな？蓋取ってマイクぶっ刺すのかな？あ、マイクぶっ刺すのがここかな？なんだろう？あるあるこういう穴。あるある。演奏者の奏でる音のみならず、その魂まで音に変換して出力する驚異のテクノロジー。魂を音にするため、言ってはいけないことを大音量で公にしてしまうこともありますが、そんな時はこのボリュームスイッチを回せば魂の本音の調整が可能です。もし本当にそういうのあったら面白いね。なんかね、いや私もたまたまこの間私接客業なんでね、なんだろう、トラブルというかこうなんかなんだろうね、お客様とのいろいろあるんですけど、問題ごともね、もちろんゼロじゃないんですけど、うん、そういう時にね、私がね表でね顔に出している表情と実際にね出している声と内心はまあ実際だいぶ違うなっていうのはね、まあ皆さんね、接客やられてる方はそうだと思うんですけど、ね、それが出ちゃったらまずいですね。音楽にはうるさい私だが、魂まで音にするというのは興味深い。私の魂はどんな音がするのだろうか。
この仕事で培った図太さを考えると、のぶとい男か、あるいはロマンチストゆえの、想像すると楽しくなってきた。今更だが、何か楽器を始めてみるのも悪くない。いいですね。私のあの亡くなっちゃったおばあちゃんも、何歳だろう、もう60ぐらいかな、過ぎたぐらいからね、ピアノを始めたりとかってしてましたね。うん、で家でもピアノ弾いたりして、いや、だからさ、別に習い事って何歳から始めても別にいいよね。やっぱ趣味持ってるってすごくね、なんだろう、生きがいっていうか、生き生きっていうのかな、人生のスパイスというかね、とってもね、なんか生きていく上で必要なものだと思うし、あった方が絶対ねいいと思うので、私もね、こうやってゲームするの、まあ趣味なんだろうね、これね。うん、なんか、なんだろうね。そこにゲームがあるからって言ったら、すごいなんかかっこつけみたいに、そこに山があるからみたいになっちゃいますけど、うん、なんだろうね。私もゲームすることしかできないんで、なのでね、まあ楽しくやっていけたらなと思いますよ、ほんと、今後もね。うん。つまみの上にまたがった。真ん中のやつが、特に収まりがいい。なんかルイは時々自分のお尻でなんか収まりとかを測るのは何なんだろうね。とりあえず入ってみたとか、またがってみたとかね。何なんだろうね。なんかそこが、なんだろう、ルイにとってのこう、敏感なセンサーがある部分なのかね。どうなんでしょうか。ストリートトロッコ。ああ、でも間違ってない気がする。スノーボードじゃない、スケボー。ん？なんかね、俺。このなんだろう、壁に落書きされてるような時のなんつうんだ、このストリートのこの文字、なんか結構独特なフォントで読めない時ありますよね。なんて書いてあるのこれ。グリエラだ。2文字目、B かな ?R かな、なん、どうだろう ?II、A に見える ?IE。1文字目なんだろう、わからんなぁ。F ボード。F ボードとは書かれてないよね。メーカーかな。スノーケボーか。スケボーは私やったことないな。いや、難しいんですよね。なんか、公園の手すりとか、ささーって行く人とかいますけど、すごいですね、あれね。手焼きファクトリーオーバーテクノロジーシリーズ。立ったまま乗り、地面を蹴って走り出せば、体重を傾けるだけで自由自在に操作が可能。進むも転ぶもあなたの腕前次第、スリリングな走行が楽しめます。登場の際にはヘルメットを忘れなく。そうですよ、ヘルメットと膝当てとかも、最初かっこ悪いと思うかもしれないですけど、やっぱ安全のためにね、あれはつけるべきですよ、本当ね、初心者なら。でも実際体重でどこまでいけるんですかね。本当うまい人はマジうまいっすよね。どうやってこれ足につけたままジャンプするんだろうって思いますけどね。足につけたやつか、なんか、なんだ、乗ったまま、こう、ベルトで固定しないでジャンプとかしてる人いますよね。どうなんだろう、ベルトで固定してんのかな。ね、固定しないでジャンプしてる人いる気がするんだけど、気のせいかな。宇宙遊泳、探検といった活動では、体のバランスを取る能力はとても重要だ。体勢が崩れても、すぐ取り戻せるなら怖くない。そんな力を鍛える道具としてこれは最適なのだが、私は腹ばいになって乗らなければ進めない。どうやら再訓練が必要なようだ。腹ばいね、なるほど。なんだろう、人間魚雷じゃないけどそんな感じで。でもそういう乗り方もありなのでしょうか。どうなんですかね、危ないけどね。だって頭からぶつかるからね、普通に危険だと思うけどね。安全な場所ならいいんだけどね。これに乗ると気持ちいい。すっげえまとも。ルイにしてはすっげえまとも。でもまあ、こういうのもね、私スキーとかなら、スノーボードはやったことないけど、スキー、普通のスキーとかならね、やったことあるんですけど、まあ普通に楽しいですよね。まあでも、もうずいぶん昔だから、今できないかもね。でも今できないかもで、ね、で思うと、水泳とかも、もうだいぶ長いこと泳いでないんで、今やったら普通に足つって溺れそうな気がしますよね。ね、怖い怖い。ちゃんと準備運動しないとね。あ、見たくないものシャッター。ネオンの光が、かっこいい。ね、緑だしかも。ピカーっつって。でもこれ、これ、目につけたら、眩しくはないのか。外側からはこれね、目の部分も光ってるけど、内側はそんな、でもこれ見えないよね。ね、横棒入っちゃって。何のためにこれつけんだろう。そういうおしゃれ、おしゃれっつうか、なんだ、仮装。どうなんだろうね。王の穴、オーバーテクノロジーシリーズ。
行きたくないのに行かねばならない。見たくないのに見なければならない。そんな時はこのシャッター。人間関係を壊さず、あなたのアイデンティティを傷つけず、見たくないものをちょっとだけ見ないで済ませられる便利グッズです。友達は大事、自分のメンタルも超大事。すげえいいこと言うじゃんねえ。マジでそう思いますよ、本当。うん、私もね、さっきストレスの話ね、胃が痛いみたいな話しましたけど、私も全然ね、メンタル、なんだろう、心臓に毛が生えてるとは全然思わないので、うん、私メンタルボロボロでも弱っちいのでね、小学生の頃とかね、私小学校低学年の頃かな、友達にバカって言われただけで泣いてましたからね。ね、それぐらいメンタル脆いので、もうガラスのハートなのでね、本当友達も大切だけど、自分のメンタルもね、大切にしていかないと。本当、体、肉体の健康もフィジカルもメンタルもね、やっぱ健康第一ですよ、本当にね。暗い洞窟で発見された、向こうが見えるのか見えないのかはっきりしないシャッターだ。曖昧なのは性に合わない。しかし隠れたつもりが丸見えといった場面を想像すると、実は愛おしい気もする。それが我が子であればなおさらだ。まあそうね。確かにそうね。うん。頭隠して C 隠さずみたいなね。可愛いと思う。うん。あとはあれかな。今私思ったのは、このロッカーの中に隠れて、ちょっと見てはいけないものを見てしまうみたいな、そういうちょっとドキドキな感じね、みたいなものを想像しましたけど、うん、実際そういう場面に直面してしまったら、心臓バクバクだと思いますけどね。うん。前がよく見えない。いや、そうだよ。そういうものだよ、これね。でもこれ何に使うんだろうね、ほんとね。光ってるけどね、動かないでなんか座ったままでちょっとオシャンティーな雰囲気を醸し出したい時とかね。まあこれかけてる人がいたら、私は話しかけるかしら、どうかしらね。まあ暇があったら話しかけそうな気もするけど、なんだろうなって思うかもしんない。うん。なあ、終わったってことで、集合写真オーバーテクノロジーシリーズね、ピカーつって、これ電池さ、あ、横にあるのかこれね。ね、左側がちょっと、ん、左側がこれ見れる、見るね。ね、左側だけちょっと出っ張ってるから、これ電池じゃない、ボタン電池かしらね。とかなんだろう、オーバーテクノロジーっていうからには、まあそうか、なんかちょっと技術を超越してるような近未来的なものってこと。まあ、そこにスケボーが入るっていうのもなかなか面白いけどね。なんかデジタル分野だけじゃないんだね。って感じか。なるほど。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょうかね。でもこんなに喋ってたらさ、これ終わんないよね、マジでね。ね、ちょっと駆け足でいかないとダメかもしんない。なんかだんだん回を重ねるごとに私の雑談が増えてる気がする。まあいいんだけどね、のんびりやっていければね。あとそう、前もちょっとお話ししたんですけど、ピクミンガーデンだったかな、ウェブサイトがねあるんですけど、そこでね、調査レポートみたいなのが更新されていて、で今シャープ9ぐらいまで更新されてるのかな。で更新履歴を見るに、多分2ヶ月に1回ぐらいの更新ペースなので、前回が5月の半ば以降だったかな、後半でなったので、次が7月の半ば以降に更新されると思うんですよ、シャープ10が。でそこでなんかね、シャープ9でこうオリマーたちのこう人類の起源はみたいなね、特集があって、次が最後らしいんですけど、シャープ10が。それをね見てから、その感想とかをね、ここで言えたらなって思ってたんだけど、先にこっちが終わっちゃうかもしれないみたいなね、思いもある。だから、あとは、あれだよね、なんだっけ？ニャモン。ニャモン。あと、見てないもんって言ったら、もう待って、私操作忘れちゃったから、どうやんだっけ？これ？ミッションリストじゃないね。これは、見たね。装備とスキルじゃないね。レスキュー心、これか。公開日誌は、うわ、懐かしい、なんか。あ、ルーイのこれ、あ、見たいな。ルーイのこれ見たいな、ちょっと。あ、ちょっと見たいな、これ。いくつまであるんだろう。オリマーのこれは、割と見たんだよね。どれ見てどれ見てないか、覚えてないんだけど、ここまで見る？見る、ここまで。そこで見ます？あと、そう、これだ。キュージョンを手引きとか、アイテムの説明？はい。隊長の日記。これちょっと気になるな。9個しかない。シェパード戦士。これも、ん？
これはあれか、82代隊長パニアシェパードってことは、隊長、今のシェパード隊長、みんなシェパードか。今、現隊長エルマシェパードねえ、の日記じゃないのか。今の隊長はーいの、青隊長じゃないんだよね。ちょっと気になるけど、これどうするこれ。どうしよっか。どうしよっかって考えながら、のんびりでまたお宝図鑑続きやっていこうか。はい、ということで今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次回は、なんだっけ、なんかゲーム編ね、やっていきましょう。はい、ということで、以上ここまで暗黒茶でございました。また次回ものんびりとやっていきましょう。バイバーイ、ペロペロー。